メグロレン、木村拓也先輩後輩対決を制したのは、10から30代女子が選ぶ、海が似合うイケメントップ3。夏本番、そして海のシーズンも到来。やっぱり夏はビーチがよく似合う。そこで今回は10から30代の女性100人に、海が似合うイケメンについて聞いてみた。アンケートサイト、ボイスノート調べ。第2位。 10.0%は、スノーマンのメグロレン、木村拓也が同率でランクイン。スノーマンのメグロレンは今期ドラマ、海の始まり、フジテレビ系で主演。同ドラマでは、元恋人の死をきっかけに自分の娘の存在を知った青年を熱演しており、海でのシーンも多い。また出演している、リン午後の紅茶の CM も、夏の午後の海辺が舞台になっており、 メグロの爽やかなイメージがぴったりだと話題になっている。雰囲気や見た目でそう思った22歳女性総務人事事務。今出演しているドラマで海のシーンがあって似合っていると感じた38歳女性主婦。爽やかだから33歳女性主婦。イケメンだから17歳女性学生フリーター。 サーフィンが趣味であることを公言している木村拓也は2022年配信の GYAOF の番組木村さんで藤森慎吾大原優野らとサーフィンをしに行く回がありサーフィン未経験という藤森にこれ経験すると世界観が悪と思う今の自分を形成してくれた結構でかいパーツだと思うと熱弁していた木村は月期に主演ドラマ ビリーブ君にかける橋テレビ朝系で逃亡犯という今までにない役を演じ注目された。サーフィンをしているイメージがあるから25歳女性。海でサーフィンしているところがようになっているから23歳女性学生フリーター。肌が健康的に焼けているから18歳女性学生フリーター。サーフィンが趣味だから34歳。 女性、専門職。アクスタでもサーフボードを抱えていた34歳、女性、総務、人事、事務所して第1位。11.0%は、坂口健二。坂口は現在、俳優業のほかコーヒー焙煎士としても活躍し、こちらも趣味がサーフィンということで知られている。昨年は、サントリー生ビールの CM に出演。 サーフボードを手に海の男役で出演。同 CM の発表会では、演じた役柄について VTR メッセージで、ほぼほぼ元の自分でした、と明かしていた。坂口は昨年、木村拓也主演ドラマ、風間幸央や、京場霊、フジテレビ系に9年ぶりに俳優として復帰したことも話題になった。小麦肌とサーフィンが似合うから十六歳。 女性学生フリーター。サーフボードを持っているのが似合いそうだから、36歳女性パートアルバイト。焼けた肌に青空と海が似合いそう、38歳女性主婦。肉体美と日焼けした色黒の肌がサーファーを彷彿とさせる、37歳女性公務員団体職員。サーフィンのイメージがあるから、31歳女性事務職。 海パンが似合うから31歳、女性主婦。